はい、皆様大変ながらお待たせいたしました。こんにちは。こんにちは。どうも。本日は東京ゼムアクション e 東京パークフォーミュラーデモ走行へご来場いただきありがとうございます。今壇上私たち2人上がっておりますけれども、こちらは日産自動車副社長の星野さんでございます。よろしくお願いします。はい、そして司会進行を務めさせていただきますサシャです。よろしくお願いいたします。いい天気になりましたね。ですね、最高です。はい、最高のデモ走行日和ということになっておりますけれども、はい、さあ東京都ではですね、走るときに CO2 を排出しない、ゼムの普及に向けましてですね、新時代のアクセルを踏もうキャッチフレーズとして、東京ゼムアクションというキャンペーンをスタートしております。今日はその第2弾イベントとして、ジャパンモビリティショーにおいて e 東京パークと銘打ちましてですね、さまざまなゼムの魅力を発信するイベントを行ってまいります。さて本日ですね、このデモ走行でもさまざまなゼムをですね見て楽しんでいただきたいというふうに思っているんですけれども、このステージにはですね東京都の潮田副知事と日産自動車のね、今私の横にいます星野副社長をお迎えしましてデモ走行を実施していきます。で今ですね、ちょうど皆様正面奥の方をご覧いただきますと、デモ走行エリアに現れたトラック、はい、よく見ると横に FCEV と書いてありますよね。この FCEV というのは水素と空気中の酸素を化学反応させて電気を作って、その電気を動力源に相応する電動車両となります。ですからこれもゼムの一つなんですね。トラックなどの商用用の炭素化に向けてはですね、トヨタ、スズキの鈴木大豆がコマーシャルジャパンパートナーシップテクノロジーズ株式会社 JCJPT、こういう会社をですね、先生に就任して立ち上げました。でこのトラックなんですが、実際の物流現場で商用電動車を活用いただく社会実装プロジェクトにおいて東京都で導入が開始されているということで、 CJPT が企画、いすゞ、トヨタで共同開発したものとなります。で本日はコマーシャルジャパンパートナーシップテクノロジーズ株式会社社長でもあります、中島社長の運転で登場ということになりました。はい、ようこそお越しいただきました。それでは降りていただきましょう。中島社長とともに、潮田副知事も乗っております。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。運転ありがとうございます。それでは副知事にはステージ上に上がっていただきたいと思います。どうぞこちらからお上がりください。よろしくお願いいたします。どうぞ。よろしくお願いいたします。ではどうぞ。あ、こちらの方によろしくお願いいたします。それでは、揃いましたので改めましてご紹介させていただきます。このフォーミュラインデモ走行のステージに潮田勤東京都副知事、そしてフォーミュライン世界選手権に唯一の日本メーカーとして参加しています、日産自動車星野副社長に来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。それではどうぞおかけくださいませ。はい、さあもうニュースでご存知の方も多いと思います。ここにいらっしゃる方は、ね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、フォーミュラー E 東京大会、まあ、東京イープリなんて言い方をしますけれども、来年の3月に開催されることが決まりました。まあ、私もフォーミュラー E の実況もすでに何シーズンやってるんだろう、7シーズンぐらいやってるのかな、というところもあってですね、本当にこの日本での開催、特に東京での開催を心待ちにしていたんですけれども、まずは、ね、潮田副知事、このフォーミュラー E 東京開催についてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。はい、フォーミュラー E は皆さんご案内の通りですね、エンジンの音あるいは排気ガスがない、電気自動車 の市街地レースとしてですね、世界 の主要都市で開催をされています。はい、東京もモビリティ分野での脱炭素化に向けましてですね、現在都内で新車販売される乗用車を2030年までに 100% 非ガソリン化する、それを目標として、現在さまざまな取り組みをしているところです。でサステナブルな社会を目指す、フォーミュラー E と目的を共有しまして、来年3月の東京大会の開催を現在阻止しているというところであります。はい、私も東京のおかげでゼブを購入するときに大変大きな補助をいただけるということで、OK 預かりましてですね、購入させていただきました。ありがとうございます。はい、
そして電気自動車のレースということで環境に優しい車両でレースをするのが次世代の、まあ、まさに風というところでもあるんですけども、福知事、まさにこのエリアがレースコースになるんですよね。そうですね、サステナブルなあの次世代都市への破天を遂げつつあるあの魅力的な場所ということで、ここあの東京ビッグサイト周辺での開催があの決まりました。まさにあのこの駐車場のですね、はい、この場所もあのコースが通っていましてですね、周辺の道路のカーブも生かしまして、大変エキサイティングなレースができるようになっています。今私たちがいるこの場をですね、来年の3月、フォーミュラカーが走り抜けるというふうに思いますとですね、本当にはあのワクワクをしますね、はい、ちょうど先日コースがあの公開されまして、公式にこの辺を多分ホームストレートで走っていて、あの一般道の方に出て一般道も走る、星野さん楽しみですね。そうなんです。もうね、車のレースが東京で見れるって、本当に素晴らしいと思います。ねえ、これまではちょっと遠くてなかなか行きづらいなという方もね、星野さん、東京であれば、はい、地下鉄で、いや電車でよりかもまで来れますか。目の前をレース、カーが走り抜ける、ね、もうあと本当にワクワクドキドキします。ね、わずか5ヶ月後でございますからね。で、先ほど福知事もおっしゃったようにね、このエンジン音とか排気ガスがないからこそ、まあ、こうした場所でもですね、大会が実施できるというのが、まあ、電気自動車の本当にもしくはゼブのね素晴らしいところなんですけれども、まあ、あの静かでクリーンというマシンの特徴も注目すべきポイントの一つと思いますけれども、星野さん、今日産がフォーミュラ E に参加する意義って改めて何なんでしょう。はい、日産自動車のご存知の方も多いんですけど、世界に先駆けて電気自動車、日産リーフですね、はい、を量産化に踏み切ったメーカーでして、はい、まあ、その2010年以降ずっと世界で地道に電気自動車を売ってきたんですけれども、やっぱりそこをそれを出すに至る日産 の, その電気、まあ、電動化への技術の蓄積とか、それから制御技術で、まあ、日産自動車とは有名だったんですけど、まあ、それを電動化車両に生かしていくっていう、まあ、それをずっと磨いてきたのが、こう電動化車両を世界で最初に量産化しようっていう意思決定につながりましたし、まあ、そこからまた蓄積してきたこの技術を、このフォーミュラ E という素晴らしいこのプラットフォームに乗せて、さらに磨きをかけるということで、日産自動車にとってはフォーミュラ E への参戦というのは本当にスムースな流れといいますか、当たり前、社内でももう当たり前のことだよねという感じで決まりました。はい、はい、もう2018年からですから ね、 そうですね、長く参戦してますよ、ね、はい、日産自動車2030年までに19車種の電気自動車を出すというふうに、はい、長期戦略でも言ってるんですけど、もう本当にどんどん電動化始まってますし、主な市場では日産自動車は2030年以降は全て電動車車両になるというふうに思います、はい、まさに東京都が目指しているところと同じですね。ね、はい、はい、さあそんな中、電気自動車もどんどん進化しているわけですけれども、EV レーシングカーのですね、世界選手権が、まあ、東京の、ね、市街地でここで見ることができるというのは本当に楽しみで、来るよって、来たいなと思っている人どのくらいいるんですか、ここに。はい、あ、こんなにたくさん、皆さんぜひ、このね、来年の3月はこの場所にまた帰ってきていただきたいと思うんですが、早速ですが日産自動車が誇る EV レーシングカーの走行をここで皆様にご覧いただきたいと思います。まずはですね、今ですね、星野副社長からも話があったリーフ、その技術を活用した日産リーフニスモ RC、まあ、レースカー仕様のリーフですよね、このデモ走行を始めていただきたいと思います。星野副社長、ではスタートの合図をお願いいたします。はい、それではですね、リーフの技術を使った、リーフ RC で電気自動車のポテンシャルを見ていただきたいと思います。それでは走行スタート。さあ出てまいりました。ほら、電気自動車なんで音が静かです。これね、この音がドローンって電気自動車が動かな加速、
この RC、リーファ RC をですね、運転するドライバーはスーパー GT、GT500、2テラモチュール Z の千代勝正選手です。よろしくお願いします。はい、さあ、静かにスタートしましたけれども。さあ、星野さん、この日産リーフ、日産 RC、どのようなレーシングカーなのかご紹介いただけますか？日産リーフと全く同じモーターを、前後に2つ搭載した、ね、レーシングカーなんです。すごい。そう、すごいです。あそこがすごいですね。はい、市販車といっても、モーターが持つそのポテンシャルっていうのはものすごく高いということに、まあ、日産自動車、早い時期から注目しておりまして、まあ、それでこういうレーシングカーというものを作っています。で今ですね、日産の電気自動車のエンジニアがフォーミュラーEのチームで活躍しており、この市販の技術をレースカーに、さらにレースをやりながら技術を培って、それが市販車にというふうに反映されるということで、リーフニスモという本当の市販車もありますので、ぜひ活躍するほど我々の乗る車も進化していくと、そうです、いうことでね、本当にこう市販車に近いレースカーということですけども、それにしてもすごい迫力ですね。本当に間近で見てですね、この加速の凄さ、やっぱり力強さを感じますね。普段乗ってる車と同じ技術を使っているということで、皆さんにもぜひですね、EV をもっともっと身近な存在にしていただきたいなというふうに思いました。はい、ということでございまして、日産は昨シーズンからね、フォーミュラEの EV パワートレインを日産チームだけではなく、マクラーレンチームにも提供しているということで、日産のモータースポーツを担うニスモのレーシングテクノロジーが感じられるということになっております。ということで、千代選手ドライブ終わりましたね。はい、ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお送りください。千代勝正選手によるドライブでございました。はい、そうですね、EV 電気自動車だと私も仕事から早朝とか深夜の帰りが多いんですが、近所迷惑もあんまり心配しなくていいので本当に助かっております。はい、はい、さあでは続きまして、こちらも行きましょう。フォーミュラEのレーシングカーがこのイベントのためにですね、緊急来日です。車の場合も来日っていうんですね、これね。はい、ということでございまして、早速フォーミュラEの走りにも、ご覧いただきたいと思うんですけれども、今度は潮田副知事にフォーミュラE走行開始の合図をお願いしたいと思います。お願いします。それでは未来の車が駆け抜ける、デモ走行になります。皆さん最後までお楽しみいただきたいと思います。それではデモ走行スタート。さあ、登場してきました。これも独特のモーターの音ですよね。形はレーシングカーですけども、電気のモーターの静かなスタート。ドライブするのは本日この日産フォーミュラE、ニテラモチュール Z スーパー GT 参戦、先ほどの千代選手のチームメートでもあります。昨年まで日産フォーミュラEの2段ドライバーを務めていた坂本慎二さんです。いやー、すごい、この加速力がまたさらにさすがフォーミュラカー高い感じですけども、最高速度って今回どのぐらい出るんでしょうか。はい、このフォーミュラEの車は実はジェネレーション2というので、はい、今走ってのジェネレーション3なんですが、はい、こちらはですね、ドライバーを入れて重さが900キロ、はい、で、馬力が335馬力の最高速度は280キロを出します、はい、で、今度東京で披露目にする、はい、ゼン3とジェネレーション3の車はですね、重さが軽減されてますので、はい、馬力が470、そして最高速度が322キロ、さらにパワフルな、これだけでもだいぶな迫力がありますけども、はい、どうなったら見せられたりしてますけどもね、これよりもさらにパワフルな車がこの東京に5ヶ月後にやってくるという感じになります。
桜の時期で、あの今の日産の展示の車は桜の時期高持選手です。こういうね、公道を走れてしまう、まあ、普通の、ね、道ってサーフと違って、まあ、凸凹もあったり路面が違ったり、でもそういうところでも走れるように、作られているのがこのフォーミュラインということで、まあ、どこでも走れるからこそこういう街中でも、そしてもう本当にこう電車や地下鉄で行けるような身近なところで走れるというのがフォーミュラインでもありますということでございまして、レースを、楽しみになってきましたけれども、走行を終えました。高持選手にも大きな拍手を送りください。ありがとうございました。ということで、迫力のデモ走行をご覧いただきましたけれども、さあ、そろそろ終わりの時間も近いんですが、牛尾田副知事、2つのレーシングカーのかっこいい走りを見させていただきましたが、改めていかがでしたでしょうか。本当にあのすごい迫力で、あの間近で見れてですね、大変あの興奮しました。あのフォーミュラカーもですね、あのリーフもあの環境に優しいということはあのもちろんですけれども、やはりあの非常にあの車自体かっこいいというのが、あの大変あの車としての重要な要素だというふうに思います。あの来年のフォーミュラ大会、あの東京大会を通じましてですね、あのこのかっこいいゼロエミッションビークルの普及をぜひ弾みをつけていきたいというふうに思っています。で同時にあの大会を通じまして、東京の魅力をですね世界に発信して、国際的なプレゼンス、これも高めるあの絶好の機会にしていきたいというふうに思っています。あのぜひ日産チームの皆さんにはですね、日本を代表するあの自動車メーカーとして、大会での大いなる活躍を期待しております。あのぜひあのここにお越しの皆さんもですね、来年3月のフォーミュラ E を見てですね、ゼブの魅力、あの間近で肌で感じ取っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、間違いなくね、このフォーミュラインを見れば、世界中の人たちは東京に行ってみたいなと思う人もより多くなるでしょうし、このレースを見た方は、あ、ゼブ乗りたいなってね、思う方も随分と多くなるんじゃないかと思いますので、ぜひその迫力を、現場で見ていただきたいと思いますということでございまして、以上で、次世代のモータースポーツフォーミュラインのレーシングカーおよびニスモリーフ RC のですね、デモ走行を終了とさせていただきます。牛尾田副知事、そして星野副社長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。